出走馬堂島無敵西のフラワー東洋リファール勇気トップラン大隅社員ビンゴ花子ウィンコンサート山人ゼファーセントミサイルイーデザオー美光アルファ桜爆信号ロングキャロット日高隼人以上の14頭日高隼人が最後に引かれていきます。促されてゲート後方日高隼人今収まってスプリンターズステークス体勢整いました。スタートしました。ほぼ揃いました。外側ロングキャロットコースタートを切りました。ロングキャロットがまず行きます。イーデザオも内からぐんぐん行きました。桜爆心王が3番手勇気トップラン山人ゼファーもこの後位集団日高隼人外から行く堂島無敵中段グループそれから西のフラワーも前へ行っています。ちょうど真ん中あたりを進んでいきます。その外を通りまして美光アルファが追走していく。あと2馬身差外側を通りまして一頭上がっていくのはセントミサイルです。セントミサイル中段から後ろそのインコースを通りまして5番の大隅社員が後方から4頭目です。東洋リファールそして外を通ってビンゴ花子ウィンコンサートも後方から行きます。すでに600を通過第4コーナーにかかります。イーデザオーイーデザオー先頭です。堂島無敵2番手桜爆心王が徐々に接近してきました。その後ろその後ろロングキャロット外を通って懸命に山人ゼファーが上がってきました。400を通過第4コーナーから直線コースに入ります。さあイーデザオーイーデザオー堂島無敵桜爆心王外を通って山人ゼファー伸びないか。内側いっぱいから赤い帽子が1頭赤い帽子が1頭ユークトップランかゴールまであとわずか。桜爆心王桜爆心王先頭だ2番手懸命に山人ゼファーが追っている。西のフラワーようやく突っ込んでくるかどうか。先頭は桜爆心王爆心王先頭でゴール2番手に山人ゼファーです。3番手争いに外西のフラワー内からは大隅社員ですがこの2頭は3番手を争っていました。桜爆心王小島太です。